どうも、ルヌです。ドラゴンズクラウンプロ、続きをやりたいと思います。まあ前回、エンシャントドラゴンの戦いに負けまして、もう一回ちょっとチャレンジしようかなと思って、普通にチャレンジできてます。君は幻の大地へと踏み込んだ。この場所には、女神の力が及ばない。つまり、今の君たちに復活の奇跡は起こらないということだ。コクノスのタリスマンが君の手の中で共鳴している。イニシエのドラゴンはもはや不死身の肉体ではない。ここ当たるんだ。シャクネスのブレスは全てを焼き焦がす。身を隠せ。金返せる。下で当てられるぞ、攻撃。回復して。やばい、やばい。シャクネスのブレスは全てを焼き焦がす。身を隠せ。金返せ。ああやれた。登れないんだけど。
HP 回復してるし。勝った。イニシエのドラゴンは雲を割って墜落し大地を揺らした。身を横たえたドラゴンは封印されていた元の姿へと戻ってゆく。不死のドラゴンは石の中で再び長い眠りについた。おめでとう、君はその手で神話のドラゴンを打ち倒したのだ。君たちはドラゴンズクラウンを手に入れた。 S ランク統一。化石となったイニシエのドラゴンの傍らにドラゴンズクラウンが落ちていた。この王冠が事件の元凶であり、またこれからの希望でもある。悪魔の力も消え去った今、これは支配の力などないただの王冠だ。だがこのエリシアの王冠が大いなる意義を持つことを君は理解していた。全部鑑定君はひざまずいて新たな女王ビビアンにドラゴンズクラウンを献上した。エリシア王の冠はその血を受け継ぐ彼女の頭上にふさわしいものだ。王爵と宝珠、それに加え伝説的なエリシアの王冠が揃った今、もはや何者も彼女の王位継承に異議は唱えられない。そしてこの王国の平和を脅かす全ての勢力にとってドラゴンズクラウンは畏怖の対象として立ちはだかるだろう。ドラゴンズクラウンに伝説の力はない。だが王国にはイニシエのドラゴンをものともしない者がいる。敵にとって恐ろしいのはどちらも同じことだ。そうだね。ビビアン女王は心から感謝と敬意を表し、勇者を王城に迎えたいと申し出た。自由でいたい君は進化など務まるはずはないと丁寧に辞退する。しかしいついかなる時も女王のために働こうと君は誓った。彼女はそれに応え、位に関係なく君とは生涯友人であることを約束した。一つの偉業を成し遂げ英雄となった君は多くの兵士に敬礼されながら王城を後に王門を抜けた。後に女王の統治するハイドランドは領土を取り返し強国として栄えたと後世に伝えられている。そして君の名もまた伝説となった。ドラゴンズクラウンにまつわる物語はこれでひとまず幕を閉じる。だがこれが長い英雄譚の始まりに過ぎないことを今の君自身知る由もない。君はふと昔を思い出す。君は族長から一人前の戦士と認められた時、真実を知らされアマゾンの士族の村を出た。かつて士族の領内で旅馬車が多くに襲われ、一人赤ん坊だけが生き残った。それが君だ。君は士族の手で育てられアマゾンの戦士として成長する。君が王国へとやってきたのは自分のルーツを確かめるためだ。しかし一切手がかりがなく、君自身諦めていたところにドラゴンズクラウンの事件は起きた。
今やこの国で古のドラゴンを打ち倒した英雄を知らぬ者はいない。英雄の凱旋に人が集まる中、君の顔を見て驚く貴族の老夫婦があった。老夫婦は近く確信するだろう、辺境で死んだ息子と同じ目をしている女戦士が生き残った家族であることを。アマゾンエンド。
何気なく見上げた女神像がどことなくいつもと違うのに君は気づいた。驚いたことに女神アルテナの像が元の姿に戻っている。君が女神像に手を触れると突然頭の中に女神アルテナの声が響いた。彼女の力を奪ったドラゴンを倒したことで女神はその力を取り戻したのだ。女神は君の活躍を称え、そして恐るべき真相を明かした。古のドラゴンはあれだけではなかった。同時に目覚めた複数のドラゴンたちがいる。女神アルテナは君に女神ジュラと女神ベルナスも救い出すように願った。三人の女神が揃えば封印は強まり、ゲートの魔法を封じることもできる。そうなれば古のドラゴンたちがいくら力を取り戻そうとも幻の大地から出ることができなくなる。まず君は女神ジュラの力を奪う古のドラゴンを倒し、彼女を救い出さねばならない。そして再び9つのタリスマンを集める必要がある。見つけ出せるのはさらに厳しい試練を乗り越えた者だけだ。魔法が解け、古のドラゴンが復活を始めて随分と時間が経っている。君が倒したドラゴンより次はさらに強敵となっているのに違いない。難易度がハードにランクアップしました。最大レベルは65まで解放されました。以前の難易度へは寺院で変更することができます。ゲートから闘技場へ行けるようになりました。馬屋から混沌の迷宮へ行けるようになりました。女神ジュラの力を奪う古のドラゴンを倒し、彼女を救い出さねばならない。それには再び9つのタリスマンを集める必要がある。はい、というわけで、ノーマルのアマゾンエンドを目指して、まあ、久々にドラゴンズクラウンをプロ版で遊んでみたという形になるんですが、いかがだったでしょうか。まあ自分もね、このゲームクリアするの2キャラ目なので、他のキャラクターはドワーフとかエルフとかウィザードとかクリアしてないんですよ。まあ、そっちも含めて今後裏でやるか実況会でやるか分かりませんが、やりたいなぁなんて考えてます。というわけで、ドラゴンズクラウンプロ実況これで終わりになります。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひ、ゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひ、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。